園田競馬レース展望です。この時間は9月16日水曜日の展望をお送りいたします。解説は報知新聞の倉田正樹さん、進行は鈴木誠也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週金曜日はナイター重賞第17回園田チャレンジカップが行われました。まあ、かなり高メンバーが揃ったんですが、そうですね、マリタミニスターが強い勝ち方でしたね。はい、まあ、あの内側の5番手で挟ま、あのなんか包まれるような形だったんですけど、はい、まあ、最後は強引にこじ開けて、あの、まあ、勝ったんでね、なかなか、あの、うん、強い内容だったんで、はい、あのこの夏の勢いが本物だということを証明できてよかったんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、これ5連勝で重賞2勝目ということになりました。はい、まあ、吉村騎手のコンビでは5戦5勝になるんですね。そうですね、本当にあの58キロ背負ってもそれを感じさせない強さをずっと見せてきましたんでね、うん、はい、あの、まあ、その力をあの存分に発揮したということですね。はいはい、そして2着のナムラムートも、まあ、かなり好意の、立ち回っていい競馬をしましたけども。そうですね、あの、まあ、ちょっと4コーナーで接触するような場面もあったんですけどもね、はい、あの、まあ、最後まで伸びてきたんで、あの、まあ、この馬もあの転入後そこを見せてないんで、あの今後まだ伸びそうなんで楽しみな一頭ですけどもね。はいはい、チャレンジカップを制しました成田ミニスターは重賞これが2勝目、そして管理する坂本厩舎は重賞3勝目となりました。鞍上の吉村騎手は重賞23勝目となっています。ここまでチャレンジカップの振り返りを行いました。それでは明日のレースの展望に参ります。明日水曜日は全部で12レース予定されています。この時間はメインの11レース白露特別、10レースの B1 クラスの一戦を展望いたします。まずは11レースの白露特別です。3歳以上 A2 の特別戦、距離は1700メートル、出走馬8頭となりました。倉田さんの印はこちらです。本命は2番の鉄に打たれました。はい、まあ、あの前走昇級戦だったんですけども、あの後位追走からあの最後までしっかり伸びて、あの難なくあのクリアしたということで、はい、あの、まあ、この勢いをあの重視しました。はい、そして対抗ですが1番のアーチデューク、はい、こちらの方はね、あの前走2走前にあの摂津杯にあの参戦して、はい、まあ、10着でその後、まあ、中2周で結構ね厳しいローテーションだったんで、はい、まあ、その影響も多少あったんじゃないかなと思ってます。うん、まあ、今回あの感覚がしっかり取れたので、はい、あのまあ本来の動き、まあ、あの涼しくもなってますしね、あの本来の動きを取り戻すと見て、まあ、逆転候補として、対抗にしました。はい、はい、そして3番手が6番のバンローズキングスです。はい、まあ、本当に堅実に走ってます。まあ、前走もあの38秒9という上がり、あのしっかり伸びてるんでね、ですけどなんか今一つ勝ちきれないという感じがするんで、本当に上位2頭とも遜色はないんですけど、そのやや勝ちきれないイメージがあるので、まあ、ちょっと黒三角に今回は評価しました。はい、はい、そしてその後の白三角は3番のパワーアッシュ、今回 B1 クラスからの昇級戦です。はい、まあ、前走あの2番手追走から最後力強く伸びたんでね、あの、まあ、ようやくあの転入当初の強さが戻ってきたかなという感じがしますんで、はい、あの、まあ、本当にもともと強い馬なのでね、あの A2 に上がっても遜色ないと見てます。はいはい、そして最後の白三角は7番のエシンテイスティです。はい、まあ、こちらもあの2走前の兵庫サマークイーン賞以外はもう本当にあの A2 では安定した力を誇ってますんで、はい、まあ、前走もねあの果敢に逃げてという、あの以前に比べると行き足もついてきましたんでね、まあ、このメンバー相手にどこまでやれるかあの楽しみですけどもね。はい、はい、まあ、このレース5頭印打たれていますけれども、そのうちのパワーシュ以外の4頭が8月26日の初賞特別の1着から4着馬ということで、再びこのレースで対戦ということになりますね。はい、まあ、その時は鉄が56キロ背負って勝利ということで、今回57とちょっと1キロ重くなるんですよね。そうですね、まあ、でも同級者の仁義とともにあの、ね、はい、重賞戦線でも活躍してほしいという、あの厩舎側の期待もかかってますんでね、はい、まあ、1キロ増ぐらいであのへこたれているようではな、うん、ダメなので、まあ、はい、そのあたり関係ないと見てますけども、はいはい、それでは11レース倉田さんの解明です。3連単で、1着2番の鉄、そして1番のアーチデューク、2番1番1番2番と折り返しまして、3着に3番パワーアッシュ、6番のバンローズキングス、7番のエイシンテイスティ、そして8番ユノートルベルまで入れていただきました。11レース白露特別は4時5分の発送予定です。続いて一つ前の第10レース3歳以上 B1 クラスの特別戦の展望に参ります。出走馬10頭です。倉田さんの印はこちらです。
本命は4番のベイに打たれました。はい、まあ、この馬、7月以来なんですけども、まあ、暑い時期は、まあ、避けてじっくり調整してきたんでね、そういうレース感覚が空いたという問題はないと思います。はい、まあ、前走もスピードの違いを見せて逃げ切ってますんでね、うん、まあ、理想としては逃げなんでしょうけども、はい、プリンシパルスターがいますんでね、そのあたりの兼ね合いが限りですけども、まあ、別に控える競馬もできると思いますんでね、はい、まあ、逃げかあるいは2番手からレースを運んで最後決めるんじゃないかなと見て本命にしました。はい、まあ、今回プラス1キロになりますけども、そこも問題なくいけると、はい、そうですね、まあ、500キロ近い馬体なのでね、はい、まあ、絞れてきてますし、そういう点では自分の力十分出せる筋量だとは思ってます。はい、続いて対抗は1番のメジャーロール、前走3着と馬券絡みの活躍をしました。そうですね、ようやくこの馬らしい走りが戻ってきたような感じがします。はい、まあ、もともとこのクラスも、戦ってて A2 まで上がった馬なので、ね、そうですね、はい、まあ、もう通用する力十分持ってますんでね、前走をきっかけにさらなる前進があるんじゃないかなと見て対抗にしました。はい、その後の3番手評価ですが、3番のガミラス・ジャクソン3歳馬、今回コバとは初対戦になります。そうですね、ずっと3歳で活躍してきましたんでね、はい、まあ、強敵相手に揉まれてますんでね、うん、相当力つけてると思いますんでね、はい、この自己条件コバ相手にどんなレースをするか楽しみですね。はい、まあ、ただちょっと、ね、感覚が詰まってますんで、そうですね、その辺が気がかりですけども、まあ、力十分持ってると思ってます。はい、もう春からずっともう毎月1回か2回のペースで、ね、使われていますので、はい、まあ、この初のコバの一戦どこまでやれるか非常に楽しみな馬でもあります。そしてその後白三角ですが、5番のマートルリース、この馬は門別競馬から移籍4戦目となります。はい、まあ、着実に時計とかも詰めてきてますんでね、はい、まあ、ババもペースも慣れてきたということで一発あるんじゃないかなと見てますんで、はい、はい、そして最後の白三角は9番のプリンシパルスターです。はい、まあ、やはり逃げてこそ持ち味が生きている馬なんで、はい、まあ、是が非とも花が欲しいところですけどもね、ベイとの兼ね合いが鍵になると思います。はい、まあ、でも行って逃げる展開に持ち込めば十分上位を伺うだけの力を持っていると思ってます。はい、前走は 0.7 秒差つけて快勝でした。はい、それでは倉田さんの10レースの買い目です。このレースも3連単で1、2着を4番ベイと1番メジャーロールを折り返しまして、3着に3番ガミラス・ジャクソン、5番のマートル・リース、6番のナリタ・サウス、そして9番プリンシパル・スターと合計8点を挙げていただきました。第10レース3歳以上 B1 特別戦は3時25分の発送予定です。9月の中旬に入りまして、ようやく暑さが和らぎまして、だいぶ楽になりましたね。そうですね、もう本当朝晩はまあ、ちょっと半袖では寒いかなというぐらいまで気温が下がってきましたんでね、はい、今のね2時ぐらいになると、まあ、さすがにまだちょっと暑いかなという気はしますけども、はい、まあ、午前中とか最終レースにかけては結構いいコンディションで競馬が行われるんじゃないかなと思ってますけども。そうですね、はい、まあ、これまで約1ヶ月ほどこの蒸し暑さというのにかなり馬も関係者もね、そうですね、かなり応えてたということですので、もう本当にみんな応えてたんで、はい、はい、まあ、これでようやくなんていうんですか、気分よくというか、よりレースに集中できるんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、はい、この時間の解説は報知新聞の倉田雅樹さんとお伝えいたしました。どうもありがとうございました。どうも失礼します。園田競馬、ご覧の日程で開催が行われます。今週水曜木曜はデイ競馬、金曜日はナイター競馬の開催です。来週の木曜日は2歳馬の重賞競争第22回園田プリンセスカップが行われます。来週の重賞競争もお楽しみください。